そしたらもう一回しっくりくるよ、そうですね、見るから顔がね、そうだからあれでしょ、やっぱかかととかさ靴踏んでる終わってるでしょ、いないですね、いないっすよでしょいるな、いるんだよ俺こう帰りに大体毎回言うんだから、かかと踏むなんて分かるからね、そう、だからそう言われたことある人結構いると思うね、これ俺が言うと説得力ないけど山田選手ダメだよね、うん、そう、でも一つポイントだよ、靴はちゃんと履く、メモっていい、履いてるもんな、はい、あ、これさっきね、どんな本を読んでますかっていう、サブとくんじゃないっけ、そうね、緊張した、お前さっきの元気はどうしたんだよすごいいろんな本を読む、やっぱりサッカーですごく本当は頭も使うし、こうボール扱うの前だけじゃやっぱりうまくなれないから、どうやってじゃあ試合負けた時にどういうふうに考えたらいいか、なんで負けたか、なんで失敗しちゃったか、やっぱりそういうことをちゃんと考えるためには、まあ、学校の勉強もそうだけど、本を読んでいろんなことを勉強しないと、多分ちょっと質問とか読んだけど緊張しちゃう子とかもいると思うけど、じゃあなんで緊張するんだろうとか、じゃあどういうふうにしたら緊張しないかもしれないって、そういうヒントが本とか読んだらたくさん書いてあるから、それを自分でやってみて、じゃあこれでうまくいったらうまくいかなかったら、じゃあ今度はどうしようとか、そういうこういろんなヒントが本には書いてあるから、どんな本って言うと難しいけど、本当にいろんな本を読む、そういうメンタルですね、そういうことの本も読むし、食事もすごく大事だから、食事どういう食事をしたら、どういうご飯食べたら、こうサッカーが上手くなるっていうのは言い方がおかしいけど、怪我しない体が作れるかなとか、試合の時にたくさん走れるかなとか、そういう食事の勉強もするし、やっぱりこう睡眠もすごく大事だから、こう自分で何時間睡眠をとるとか、睡眠に入るまでに何時間前にお風呂に入った方が睡眠が深くなるとか、そういうのって実はいろいろこう、もう今大人の世界ではいろいろ研究されてて、こういう風にしたらいいっていうのが本当はね、こう発表されてるの。だからそういうのを読んで自分でも試してみたり、こういろんな本を本当に読みます。たくさんの種類。それでね、山選手のプロフィール見ていったら、まあ、ここのにもあるスラムダンクっていうバスケットの漫画とか、シュートっていうサッカーの漫画とか、で、まあ、みんなもこう漫画とか読むと、漫画でなんかこう、ま、学んだっていうか、漫画でも学べることはあるかなと思う。そうですね。なんかこう、大事なものっていうのはすごくあるなと思います。俺がみんながサッカー選手目指して一番伝えたいのは、やっぱりこう、じゃあみんな今夢を叶えたいサッカー選手っていう夢があって、夢は叶うって信じれてると思うんだけど、俺もあったけど、やっぱりサッカー選手になれないなと思う瞬間があって、やっぱり俺には無理だって思うことがあって、多分漫画とかでもすごく難しい場面とか、なんか苦しい場面とか、じゃあそういう中で